デューンローズガオ州は、マリ共和国、第7の州。州とアガオ。2012年4月6日に、マリ反政府勢力アザワド解放民族運動が、一方的に独立宣言したアザワドの一部分を、構成しており、特にガオには、暫定首都が置かれたが、同年6月27日のんだと、イスラム軍事組織アンサルリン間の戦闘の結果、ラワガオより駆逐され、アンサルディーンが、 ガオなど、マリン北部を支配下に収めたと宣言した。活発になったイスラム系反政府勢力の動きに対し、2013年1月、フランスが軍事介入を実施。ガオに対して、ミラージュ戦闘機などの航空機により空爆が行われた。ガオ州は、トンブクト州の西に隣接し、キダル州の南に隣接している。南と東では、ニジェールと国境を接している。 州内の主要な都市として、ガオのほか、ブーレム、バンバが挙げられる。その多くは、ソンガイ族、ボゾ族、トゥアレグ族、バンバラ族、アラブ人、タジャカント族等、プルズで占められる。ガオ州は、4つの県に分かれている。アンソンゴ県、アンソンゴブーレム県、ブーレムガオ県、ガオ、バンバーアルムストラ県過去の人口は37万9千人。ありがとうございます。